This program is an after school on radio where the members of Jem's company struggle and work hard to improve their talking skills. The headmaster of the school is Higashibukuro from Saraba Seishun no Hikari. Of course, the personalities of the program are Jem's company, and you are the one to choose the topic for them to talk about. All right, it's time for tonight's class. Hope you enjoy the program on Radio Kansai. Welcome to Saraba Radio. 時刻は夜10時になりました。ここからはスクエアエニックスプロデュースのアイドルグループジェムズカンパニーのトーク塾、私塾長のさらば青春の光東袋です。さあそれでは始めましょう。今月の生徒は、はい、あんこ大好き、音楽大好き、ね、小耳女、水仕事、水品、青いや、そしてはい、みんなハーブ、ジェムズカンパニーのミラノ風をハーブ担当の有栖川玲香です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、玲香さんなんかテンション低い？大丈夫？あ、全然です。ほんまに？あ、今日いっぱい今から喋るのよ。なんか宣伝カーのこと引きずってるなんか、例えば、玲香も乗りたい、言い過ぎたと思って。うん、大丈夫ですか？大丈夫です。でも優しくしてくださいね。うん、意外に傷つきやすいんやな。傷つきやすい。本日最後よ。あ、そっか。そうやで。これでチェンジになるから。チェンジやな。そうやな。でもちょっと早速1通目は、レイカさんにまつわる話でしょ？そうなんですよ。うん、はい。そう、来月2月10日には、アリスがレイカのソロ曲、はい、ファビュラス東京がデジタルリリースということで。はいはい。この前のプレシャスストーンでもさ、うん、レイカーさんパフォーマンスしてたけど、どうやった？いや、本当にもう完全初披露で、はいはい、もう曲自体誰も知らないっていう状況で、うん、そうか。でももうステージ立った時、うん、そのソロ曲の直前のもう震えが止まらなかったですね。やっぱ違うもんな、みんなと歌うのと一人でってなると。一人も違いますし、うん、あとはそのどっかでみんななんか流れてるけど、はいはい、あのライブで初披露とかっていうことはあったけど、ひなちゃんと私は本当に誰もそこで初めて曲も全てを知るから、みんなの反応もドキドキしましたし、あとうまくできるかなみたいなので緊張ありました。でもそれでもそのプレッシャーを跳ねのけ、そうですね、やっぱハーブの力と言いますか。だからそれはもう怖いのよ。ハーブの力と言いますかって言われると、姿勢良かったよ。そうか、直前に直前に吸ったやつが、ね、違います違います。いや、そうなるで、そんなハーブの力があったらいいと。いや、でもいい感じで興奮作用を出してくれる。いや、あかんって、それも違う、マネちゃん、やってるよ。マネちゃんに謝ってください。全国のマネちゃんを育ててるハーブの人に謝ってください。マネちゃん、合法マネちゃん、合法しかないでしょ。なんで私はみんなしてるのかわからない。ハーブって本当…マテちゃんで落ち着かせたらどうぞ。マテちゃんはいい感じに興奮作用をこう出してくれる。カーニバルしてんね。そう、やっぱり途中ハーブカーニバルって言ってめちゃめちゃダンスさせてもらうところがあるんですよ。はいはいはい、だからやっぱりそのハーブの力も借りて、はい、なんでその笑いが出てくるの、おかしいな。もしレイカさんに何かがあったらこの部分使われますからね。はっきりとメディアで言ってましたっていう。いや、やると思ってたんですよ。いや、言ってましたからね。持ってますからね、あのメタルハーブの資格を持ってますからね。あ、アンバサダーですからね。びっくりした、今日も持ってますから。袋に入れて。やだ、もうやりたくないよ。いじめるよ。いやいや、でもあれでしょ、その曲もだからそういう感じのってことですか。はい、そうですね、曲は結構こう、うん、おしゃれな感じなんですよ。うん、で、なんかこうノリもよくで、はいはい、歌詞は私が入れたい歌詞を、うん、作曲家の真中の太郎さんにと一緒にご相談して作ったんですけど、まあ、ちょっと歌詞はね、うん、まあ、自分で言うのもなんですけど、ちょいダサっていうのがポイントっていう。え、あ、それはもう意図的なんや、ちょっと。まあ、ちょっとそのなんかルー大柴さん的な感じで、うん、ちょっとこう、はいはいはい、日本語訳みたいなの入れたかったっていう、ね、曲だけでシックスパックボディとかあんま入ってこうへんよな、そんなんな。そうですね、うん、でもそのこだわったところなんや、レイカさんらしさっていうか。そうです、そうです、やっぱ曲がおしゃれだったらそれに負けない歌詞を作りたいっていうのがありましたので、歌詞とかね、注目していただきたいですし、まあ、レッツ・オファブ・カーニバルっていうふうに途中で言って、はいはいはい、そこからちょっとオファブ・カーニバルタイムが始まるんですけど、それを思うのね、みんな好きな推しのね、ハーブっていう思ったり、ハーブ持ったりして、そうなんですよ、踊り狂ってほしいという部分なので、そこはぜひぜひ皆さん好きなハーブを。完全にやってますよね。なあ、なんかもう決めた後に作詞したわけでしょ。ひどいよ、ファビュラス東京がそんな、そんな、うん、い
素敵な曲なんですよ。すごいよね。めちゃめちゃ好きよ。うん、ああ嬉しい。反応良かったですか皆さんの。そうですね、うん、結構みんな、うん、え、めっちゃいい、レイカさんっぽいとか、うん、レイカさんらしさが出てるみたいなのをすごいっていただけたんで、めっちゃ嬉しかったです。エゴサしまくりました、うん、これは配信があるの、このソロ曲は2月10日に、うん、あの配信されるので、そこでみんなフルでね、聴くことができると思うので、はい、ぜひぜひ歌詞とかもね、多分出るから、そうかそうか、ゆっくりじっくり見てほしいなってところはあります。はい、はい、ね、すごいね、でもソロ曲はね、嬉しいです。はい、ありがとうございま す,、はい、いま す, さあ行きましょうか。はい、それでは1時間目スタート。ジェムカン PR クラス。はい、このコーナーはジェムズカンパニーをより多くの人へ知ってもらうためにはどうしたらよいのか、その作戦をリスナーのあなたからメンバーへプレゼンしてもらうコーナーでございます。まずは、うん、第1案目いきましょう。はい、さあイコンさんからいただきました。さあイコンさん、はい、ありがとうございます。東袋塾長、ジェムズカンパニーの二人、こんばんは。こんばんは。そしてジェムカンセカンドライブお疲れ様でした。ありがとう。関連ハッシュタグが一時はツイッタートレンド4位になるなど大盛況でした ね、大仙集落のアンコールは涙なしには見られませんでした。本当に素敵なライブをありがとうございました。さて、そんなジェムカンをもっと知ってもらうためにはということですが、はいはい、ここは手っ取り早く最近露出が増えてきているように思われるさらば青春の光さんの番組でもジェムカンをプッシュしてもらうことだと思いますなんか先週の感じだ ね東袋塾長、何卒力をお貸しください。よろしくお願いします。まあ、前回ね、先週か、はい、ラジオね、見たらどうですかみたいなのありましたけど僕らがまだね、そんなそこまで浸透してないから、いや、そまだまだまだ、いやいや、ほんまそうですよ、そんな、ね、なんかしようかみたいな話もあんの、ジェムカンなんかでこういうことしていこうみたいなとかも。でもね、なんやろ、ファンの人とね、いい意味で距離感近くみたいな。はい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 。でもすごいよな、毎回さ、こうやってメール送ってきてくれる人の名前をさ、結構すぐ分かるやんか、2人も、分かりますよね、2人もさ、し他のメンバーも、うんうんうん、それって距離感の近さよな、ほんま。確かに、あんまないことやで、それってマブダチ、うん、マブダチだね、すごいよね、それは嬉しいもんな、みんな、うん、覚えてくれてるっていうのがね。そうだね、うん、コメントとかね、くれるから、うん、そうか、そう、それで覚えんねや。そうですね、だいたい2回とか3回送ってくれたらもう分かる、あ、この人送ってくれてるなっていうのは、あの癖強い人、あ、癖強い人、ちょっと覚えやすいなっていう人は、覚えやすい人はまあまあいるっちゃいますね、うん、あと絵描いてくれたりとかして嬉しくて、そういうのに印象に残った名前を覚えてくれるってことや、うんうん、でもまあそういうことの繰り返しなんでしょうね、多分な、うんうんうん、それでどん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 その人が友達に広めてっていうのでね、広がっていくやろうから、うんうんうん、で結局プッシュしてくれるんですか。あ、しないです。はい、無理やりついていこうぜ。やめてください。そうだね、じゃあもう、あの、はい、家突き止めてポストの番号あの一桁目だけ知ってるから。あ、なるほどね。俺らのラジオ番号聞くな、もうな。P 入ってたけど後で聞こうぜ。そうだね、鍵入ってるって。名刺、名刺さん、あの混ぜ込んどいて、その時間のやつ間違えて渡せるようにしとこうよ。ややこしいの、そうな。TBS ラジオやしな、ラジカンさんの番組で言うのもあれやしな。いやいや、ちょっとね、まあまあみんなプッシュしてくれてますから、はい、どうぞお願いします。さあ続いていきますかはい、餃子の妖精さんからいただきました、うん、ジェムズカンパニーの皆さんはどういうわけか2月になると誰かが水着になってますよね確かに、確かに言われてみれば寒いのにな水品葵さんと玉根うたさんは雑誌のグラビア、ハサミコトさんと白野ゆずきさんはイベントで販売されたブロマイド用にそれぞれ水着になっており、どちらも公開されたのが2月とのことだったというのをよく覚えています。真冬に脱ぐアイドルというのも珍しいと思うので、いっそ恒例行事にしてみてはいかがでしょうか。まだ水着姿を披露していないメンバーも多いので期待しています。これたまたま、これは意図あんのかな。ガチのたまたま、たまたまなんや、みんな2月で確かにすごいね。真冬にこう水着になって撮影し、うんうん、夏になったらスキーウェアを着ていや、それは着たことないわ逆にしてる、真逆のアイドル逆してく、うん、あら、見てますね今、どうなんですか、どうなんですか、それなんか、まあ、足の裏見せてくれてるやんか。あ、足の裏フェチですか。いやいや、そんなことないけど、アングルが珍しい、ね、メモメモメモ、これは長谷美琴とゆずゆずか、うわ、え、あ、全裸やん
いや全裸やん。聞いてるんだではない。布巻いてる。いやいや俺のそれと俺の距離から見たらもう全裸ですよ。いや色似てるけど白の水着やから肌と似てるけど。すごいもう投資できるんだな、ね、特徴は、やっぱりそう見えてるんだな。こういうこともしていかないとってことか、ジェム感。まあ、脱がないでね。じゃあ次はメガネシスターズかな、ポンネとレイカで行きたいな。うん、あ、レイカちゃんは全然その気にあんねや。いや、なんかポンネからなんかいきなり、うん、レイカ様って、水着メガネシスターズで着たいよって来て。ポンネは着た方がいいって、それは。あなた一人やった方がいいよ、それは。いや、でもメガネシスターズでやっぱり着てるんで、一緒にメガネで。なんか、いないレイカさんはいいよ、そのポンネがちょっとな。ちょっとね、照れ隠しがすごいね。照れ隠しじゃないよ、ほんまにいらんねんもん、だって。え、求めてるファンの人は。なあ、大丈夫それ。需要あるある。あいつだけなんか6月とかに脱がそうや。なあ、雨の多い時にな。そういう時に。じゃあレイカさんは、もしかしたら今年あるえるかもしれないってことです。やりたいね。すごいね、これはまあみんなファンの方はちょっと楽しみにね。うんうんしていただけたらってことですね。大人頼んだよ。頼んだよ。いやでもこれちょっと楽しみにしていただいてことですね。はい。はい、お二方ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いて2時間目。Jams Company。東袋 from さらば青春の光。さらば Radio。電話で三者面談。さあこのコーナーはジェムズカンパニーメンバーと私塾長と電話をつないでお話ししましょうというコーナーでございます、うん、今週の特別講師はアキラさんです。もしもし。はい、どうもはじめまして。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお二人から、はい、ご挨拶の方。はい、アキラさんこんばんは。水しです。こんばんは。水し。はい、アキラさん、ハーブーおハーブーレイカです。いや、嫌やったら断っていいんですよ。なんかごめんね、なんか嫌々な感じだったら申し訳ないね。はい、あ、アキラさん。はい。ジェムカン、誰推しとかはあるんですか？ですね、うん、水ネネを中心にして箱推しです。あ、水ネネ中心ですけど箱推しであると。うん、はい。水氏のどこが好きなんですか？やっぱり歌ですね。にゃーん、歌がもう寝るときだいたい流しながら聴いてそのまま寝てますから。ほんまに。え、悪夢とか見ひうなされへん。たまに見えますけど。たまに見えたまに見えんかい。あつが言ってるわ。嬉しいね。レイカさんのことはどうですか？レイカさんはやっぱり絵がもう素晴らしいですね。もう、え、ほんと？あ、この間の美術館見てくれたかな。当然見ましたね。あ、もうありがとう。もう予想以上の素敵だったので、うん、すごかったです。すごいね、嬉しいですね。ありがとう。アキラさん、はい、おいくつですか？まあ差し支えなければ。まあ、ミュージーとレイカさんを足して、うん、多分それぐらいじゃないかなと思います。それぐらいか。お前、俺らの年齢知らねえだろ。どうすんねん、ここで2人ともみそじやったらあんた還暦になる。ほんまやな。まあ、それならそれでありかなと思います。あんなんや。まあまあ、でもお兄さんやな。じゃあ、お二方がしたらね。そうですね、はい。さあ、アキラさん、今日はどういったご用件で？ですね、秋にちょっとうまいのかじゃ退社を送りしまして。はいはい。で、あのちょっと介護の学校に通ったりですね、転職活動をしてたんですけど、うん、まあ、ようやく決まりまして、うん、ありがとうございます。あの明日から退職なんですよ。まさに早寝な。もう本当に、うん、もう明日なんですよ。もうそれでですね、もうものすごい不安なんですよ。そうよね。でお三方、あのそっちの業界に飛び込まれた時、やっぱり期待もあったでしょうけど、はい、不安もやっぱりあったと思うんですけれども、うん、正直どうやって不安をまあ払拭したのかなっていうのがちょっとお聞きしたくて、今回メールしていただきました。そうか。え、でもこれじゃあ前の会社を辞められて、うん、で、はい、学校に行かれたってことですか？そうですね。いやー、これなかなかの挑戦ですよね、それもね、うん。全く別の業界だったんで、ちょっと、うんうん、もうどうなるかなっていう感じでしたね。何も分からない状態で、はい、で卒業されて、で介護施設で働かれるってことですか？
そうですね。ねえ、いや大変だね。でも体力もいるやろうしね。うん、そうなんですね。いやまあこれな、まあ俺らの仕事とちょっとまた違うから、うん、まあでもまあ不安は不安やったでしょ、やっぱり。でもお二人もこの仕事始めたんですよ。もちろん、うん、いっちゃん最初の仕事覚えてる？いっちゃん最初は、うん、あの、いっぱい偉い人とお仕事しました。偉い人と。あのジェムカンの楽曲を書いてくださってるのが、あのモナカっていう会社なんですけど、うん、そこのもうめちゃめちゃ偉い人。ああ、そこに対面した。めちゃめちゃ英曲書く、もうすごい人にいきなり対面して、そう、なんかオーディションの時もあの見てくださってたんですけど、はいはい、なんかオーディションの時こんな上手いと思ってなかったよ、ははは、って言われてます。でもプラスやな、でもな。あ、それはまあ初めての仕事っていうか仕事か。うん、ですね。それはどういう気持ちで行ったんですか、そういう不安だったでしょ。まあとりあえずまあなるようにしかならなって思ってて、まあ失敗しても初めてやから絶対次に行かせるし、失敗した方が逆に何があかんかも分かるし。そう、そうかそうか、あんまり不安に思いすぎてもあかんかなっていうところやね。レイカさんは最初の仕事覚えてますか。私のジェムカンのプロデューサーのヨースピさんが、うん、そのもうゲームではない何かを発表するっていう配信、一緒やもんね。そう、そこで、でもなんかもう、そこで結構もう最初からミラノ風イエーイみたいな感じでいじっていただけて、こう振り切るのも大事かなというか、なんかもう最初だし自分でやりたいと思って今のところをやめて帰るって、そこまでの自分のそのやっぱそれだけやこの仕事やりたいっていう思いを信じていけば、なんか不安をその自信に変えられたら一番いいんじゃないかな。どうですか、アキラさん、ね、こう2人も、はい、そうね、生意気に言ってますけども、名前言うね、考えて、もうやれるだけやってみようっていう、そういう気になりました。今何が一番不安なんですか、はい、前日にあたり。やっぱりお年寄りと接するんで、そうですよね、ちょっとしたことでやっぱり、自分の知らないことに対して注意を払わないといけないから、ちょっとこの辺が不安かなっていう思いですね。そうですよね、介護系って本当に大変で、なんかちょうどね、私の、あのおばあちゃんが腰言わしてもうて、で、あと腰と、あと座ってるから床ずれやったりとかで、で歩いて足首捻挫したりって、もう一人でもう起き上がれへんし移動できへんくって、だからママシーがこう毎日毎日ね、こうおむつ買いに行ったりとかもしてくれてて、やっぱり女の人とか一人やったらよーく力的にね、そうお母さんからやっぱり介護の人って必要やし。そうですよね、いやいや、ご立派な、ね、ご職業ですから、まあね、まあ期待もあるでしょうけど不安も大きいってことですけどね。まあでも、そうですね、うん、でもなんだかんだ多分うまいこといくんでしょうって思ってたらね、多分うまいこといきますよ。まあ、まあなんとかやってみますよ。ねえ、大丈夫、えしらだって滑ってばっかりやで番組で、そうだよ、失敗して経験積んでいけばいいのさ、と生意気に言ってみました。はい、まあまあよく睡眠とって明日に備えてね、もう体力がね、もう本当大変でしょうから頑張ってください。応援してる、わかりました、頑張れ頑張れ。いや、でもよかったですよ、前日ね、なんかこうやってお話できてね。はい、じゃあちょっと2人からエールのお言葉を、じゃあまずレイカさんから。あきらさん、頑張って、あのね、できると思えばできるしね、まあ、何事も経験なので最初からうまくいく人なんていないし、なんか失敗したらどうしようって私もよく考えがちだけど、なんかその失敗をね、プラスに考えられたらいいんじゃないかなって思うよ、オハブカーニバル。はい、はい、ありがとうございます。もうね、あんたなら大丈夫、AC が保証する、知らんけど、今なんか一節歌ったんかな。応援ソングやな、人生山あり谷あり。はい、AC もいっぱい今まで不安なことあったけど、まあ生きてるからなんとかなる、死ぬこと以外はかすり傷、大丈夫、自信持ちや、ありがとうございます、はい、すいません、生意気に本当に。
ね、年下から、まあ、いやいやでもよかった、いいタイミングでしたよ本当、うん、ありがとうございました、はい、すいません夜遅くにね、ありがとう、はい、明日から頑張ってください、はい、頑張ってね、ジェムカンもよろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、ここで1曲聴いていただきたいんですけれども、先ほどね、明日から、ね、初のお仕事というね、アキラさんのエールの気持ちも込めて、うん、プレシャスストーンで初披露させていただいたアリスガワレイカのソロ曲です。聴いてください、アリスガワレイカでファビュラス東京。かな、みんな覚えてるでしょ、オファーブカーニバルしてくれたかな、してる、うん、踊ってるわ、ほんとミズシもやる、うん、見とく、あ、そうか、まあ塾長はやってくれるから絶対に、やる、絶対やりはるよ、絶対やってくれる、相方さんとしてやってくれる、はい、やります、はい、ひどい、もう読みなさい、やります、言うてるやんか、ほんとですか、じゃあ、はい、ツイッターチェックしときますね、やります、はい、エンディングでございます。さあ、じゃあインフォメーションの方からいきましょうか、はい、はい、さらばラジオは皆さんのメールで成り立っています。電話で三者面談、普通歌、番組コーナーへのメールはすべて gc@anitama.com まで、たくさんのメール、番組へのご参加お待ちしております。電話で三者面談へのエントリーの際は電話番号をお忘れなく。また番組アーカイブが公開されていますので、詳しくはジムズカンパニー公式ホームページからチェックしてください。そしてそしてソロ曲リリースのお知らせです。白のゆずき、なにのねねのソロ曲に続き、セカンドワンマンライブで初披露させていただきました、アリスガワレイカ、星名ひなかのソロ曲リリース配信が決定よ。2月10日にアリスガワレイカ、ファビュラス東京、3月3日に星名ひなか、人生ジャストドゥイット表明が配信されますので、ぜひ皆様お楽しみに。もうあとちょっとや。もうちょっとじゃん。完全無料 VTuber 音楽フェスアンダーラインに水品葵橋美琴が出演いたします。 V クラン公式 YouTube チャンネルリアリティにて2月7日配信です。そしてこちらもセカンドワンマンライブで発表させていただきました、ジェムズカンパニービレッジヴァンガード全国お話し会ツアー2021、新しい仲間に出会う旅、全国7会場にてビレッジヴァンガードさんとコラボした限定グッズや PV 上映会、お話し会を実施予定です。新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて開催内容に変更がある場合があります。詳しい情報は公式ホームページで随時発信予定ですのでご確認ください。はい、はい、ねえ、いやなんかねえ、たまに思いますけど、なんかね、この電話で三者面談も、うん、あ、ジェムカンってそういう人らの心の支えになってんねんなって思う時ありますよ、ほんと。お分かりで、いやいやいや、ただの変な女の集まりじゃないよいやいや、まあまあまあ、ギリギリね、ギリギリまあ、ポンネはそうやけど、ポンネはイメージがね、劇場の中で強すぎる、ね、いや、でもいい回やなと思いましたね、今ね、本当にこうやってね、うん、多分ほんまに元気もらえてるでしょうか、アキラさんはね、うん、本当に、本当に
ね、嬉しいですよね、うん、はい。で、そんな中ですよ、はい、2月の生徒、これ問題児2人ですよね。おや、ポンネーとマヤタソ、いいっすね、うるさいよこの2人だろうね。まあ、実は僕卒業のお知らせが、いや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 、さらばラジオって言ってるよ、ね、ちょっと怖いですね。まあ、困ったらもう仕事放棄してもらう、うん、あの二人でちょっと喋ってもらう、ね、うん、まあまあここから1ヶ月はそんないい番組じゃないと思いますからね。いやいや、うん、ちょっと今日はハートウォーミングな感じはありましたけれども、来月からは、来月はもうちょっとあまり期待しないで、はい、聞いていただけると。私たちね、結構ね、真面目にね、真面目にね、うん、寄り添ってましたから、はい、じゃあまた来月もね、やるみたいなんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、今週はここまでです。お相手は生徒代表、今月はジェムズカンパニー水品葵と有栖川玲香と塾長さらば青春の光東袋でした。バイバーイ。